ッケー、了解、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。監督、運転下手になったの。監督はノース筋プレイが多いけどな、わらわら。そうですね、私は多いですね、すいません。ニキを見つけた。そういうのが好きなんですよ、結構実はね。ダミアは気づいていない。オッケー、慎重に行こう。あ、ここだ、前見つけた場所だ。彼女がすぐに動ける状態だといいが。全員勝利していくか。行くぞ。まずハッキングするみたいだな。あれ、電話誰だ。気をつけろよ、警備にフィクサーを雇ってるそうだ。マジかよ。とりあえず撃って、質問は一切しない。慎重に行こうと言ってるのに結局はゴリ押しになるのよ。見つからずにハッキングする。侵入されたことすら気づかないさ。ん、カメラプレイした方がいいかな。ここはまだ大丈夫だよ。これ以上持てない。了解。まずあそこにハッキングできそうだけどな。なんでだ。まあハッキングしようじゃん。ちょっとハッキングさせなさい。ちょっとハッキングしなさい。お、いた、ニッキー。爆弾投げて一気にドカンは。ニッキーいるよ。ドイシャワーしてくる。ニッキーがいますよ。愛しのド M。ちょいシャワー、わかりました。わら、そうね。あ、いた。こいつを倒さないといけないのか。愛しのド M 出てきそうっすよ。お、これ爆発することできるじゃん。これでやっちゃおう、じゃあ。お、すっげえ飛んでった。で、さっきのカメラどこ。 あ、ハッキングある。人質に取られるようなやつはこっちからやっちまおう。こえー、おい、あ、来た来た、ニッキー来た。ニッキー、それ取るんだ。もう手がつけられるじゃん、わらわら。ニッキー、俺だ。エイデン、どこにいるの。見張りしたくさ。わらわら、ここにいた男が突然起きてるかわからない。リカ、大丈夫だ。逃がしてやる。私がやったんだよ。外でね、さすがに言えないんでしょうね。見つかるわ。ニッキー、そこに銃がある。持って行け。念のためだ。なんで見えてんだろうと思ってんでしょうね。嘘でしょ。いや、まあちょっとダサいかな。来た。え、めっちゃ撃っとる。めっちゃ普通に殺しとるが。行くぞ。ニッキー、さすがエーデンの妹だな。うめえ。パチ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 。普通に使った。殺しちゃった。ニッキー、聞いてくれ。今行かないとダメだ。わらわら。俺がついてるから安心しろ。ジンタ、監督よりうまいかも。ニッキーを車まで連れて行け。監督よりじゃあ侵入しちゃダメなの？これ。百発百中。監督よりうまいのか？わらわら。反射で撃って当てた。やばない、やばない。まだ息してた。誘導か。侵入してもいいよ。あ、まだ生きてんの？オッケー。侵入してもいいんだ。正確な射撃であった。そうね、さすがですね。声が出ないように。ここに爆破があると。オッケーオッケー、了解。あそこにもいるか。気をつけていこう。全員処理したいな、できれば。クリアしたんじゃないの？いや、まだまだ。これからこれから。この人が、え、私がストーリーってこと？まだですよ。行く？全部。まずここホークリフト上げて。あ、あれ、ド M じゃん。ド M 先輩じゃん。はい、バン。ド M 先輩。爆破。ド M 先輩爆破しないと。オッケー。ド M 先輩爆破終了。よし。ド M 先輩は消えてなくなりました。今日もいるのか、わら、わらわら。今日もいますよ。うるさ、いや、うるさいし。わらわら。おー、言うてました。相変わらずの声、わらわら。ド M が、次行くぞ。ド M 先生、甲骨の爆さん。意外と、意外とあれだな。わら。あの人、レギュラーだね。ちょ、他は何かないのかな、爆発させるもの。あの人、ド M 先輩っていう名前なんですよ。やばいな。ド M 先輩倒すために結構使っちゃったな。ちょ、他に爆弾、あ、もっと、おるおるおる。ここら辺にフォークリフトなかったっけ。まあいいや、使おう、爆弾。違う。で、焦る人々、焦る人々。倒した方が早いよ。うわ、マジか。そっち投げちゃう、投げちゃうけ。爆薬仕掛けてあるのか、わらわら。監督のストーカー、ド M 先輩。通信妨害。
やばくないこれ、見つかっちゃうんじゃね、大丈夫、ド M は公的種、やばいなこれ、爆弾がもうなくなっちゃったよ、どうすんだよ、爆弾がないと倒せないよ、あやば、あやばい、あニッキー、メンゴ、ニッキーメンゴ、ちょっ、あーもう、わらわら、あーあ、あーあ、ボカン、しょうがない、もう一回行こう、メンゴ、でもねクリアの仕方分かっちゃったよ監督、まあ見とき、妹メンゴで殺された、まあ見とき、メンゴ、まあ見とき、私がね今からすごいことしますから、まあ見といてください、はい自動販売機、はいびっくりする人々、何が起きたんだ、みんなそう思いますよね、俺も先輩とは一回絶縁したんだ、でも先輩が諦めきれずストーカーになったった、もういつものように突撃しましょう、ちょっと待って、こいつをここ扉開けちゃおう、あれ扉開いたぜってことにならないのかな、あれ扉開いたぞってなって、でこいつ出ていくはずなんですよ、で出た瞬間に閉まる、閉めなさい、違う爆発させちゃダメ、あーもう使っちゃった、あメンゴメンゴ使っちゃった、一人殺してしまいました、誤って一人殺してしまいました、ファイヤー、ちょっとあなたこっち来なさい、こっち、ここに爆弾あるから、そして扉が閉まる、わらわら、ちょっと待ちなさい、増援向こう、ネキ、よく聞け、監督のすごい作戦ってこれ、いいですか、分かってる、ちょっと待てよ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、ちょっと待てよ、やってみせる、こいつをこの上に乗せるか、ここで爆発させてみせる、師匠が誤って一人やってしまったと聞いてそうですね、間違えて爆弾使っちゃいました、アルプサイルしてください、まともじゃない、これ何か、うわいっぱい来たな、いっぱい来たな、人殺しよ、エイデン違うわよね、エイデンは殺しの世界にいますけどね、これも爆弾か、これも爆弾か、オッケー了解、爆弾はあそこにあるね、了解、まともじゃない、はい、いやちょっとこいつどうにかして呼び寄せたいんだけどな、どうやって呼び寄せばいいんだろう、ここに、いや大丈夫大丈夫、まあ見とき、任しとき、でリフトを動かす、何その微妙なリフトの動き、こんだけしかリフトを動かないの、ちょっとこんなの誰も気にしないよ、何してんのみんな、うわ結構回るなあいつ、誰も反応しない、わらわら、わらわら、あんなの反応しないっしょ、ちょっと待ってよ、戻ろう、任せとけ、うまくいくとは言ってない、一緒に行くのはいけないの、ここだ、いや、次失敗したら入る、中に。監督早くやってくれ。これは何ができるんだ。ちょ待てよ、まずいまずい、ちょ待てよ。慎重に数大胆に。ちょ待てよ、どこだ。むずいんだよ、意外と。ちょ待てよ。アハ体験、わらわら。ここら辺に、ちょっと注目させて。爆弾がここにしかないんだよね。このゲーム結構長いね、あれば、そうそう結構長いよ、やりがいがある感じ、ちょ保護カバーを使ってちょっと敵を誘導、これフォークリフトはここにしかないのか、なんかさっきフォークリフトあったよね、爆弾がどっかに1個あったぜ、ここか、カメラがあってここしかないのか、ちょまずいな、爆弾ここにしかないのか、全く誘導できていない模様、そうなのよ、さっきから全然思ったようにできないのよ、音声ログ OK もらった、じゃあ音声ログもらった、仕事を受けた、他に選択肢はない、アービーを守るためだ、くそしょうがない、殺される、簡単な仕事だと聞かされて、あれでも動かんくなったね、市の方にある研究所だ、あいいね、よしこれはいけるわ、私が行こう直接、まあでも敵の場所は全て把握したからこれでいけるはずだ、行くぞ、俺は思ったさ、エマをしたかって、監督ワコワコワンコ、ここから行こう、監督ワコワコワンコということで、ディープさん、そして1476万再生してません、行くよ、
侵入。来てる。慎重に。オッケー。かっちょいい。行くぞ。いいよいいよ。お。慎重にな。自分の妹は自分の手で守るんだ。エネミードーン。それぐらいじゃないとダメだ。敵の位置は確認済み。スナイパーを使うとさすがにこれは倒せないかな。にしては派手な効果だね。ちょっとずつ近づいていくか。まあそれは言わないでみんなが選んでくれたんじゃん。これこれがいいよって。やるしかないか。近づく。近づく。しかないか。ありがとうございます。ということで、1481番さんもいらっしゃいませ。これは外にいんのか。了解。慎重にな。まずあそこにいる敵を倒そう。違う、あいつはダメだ。あいつはダメなやつだ。あいつはテイクダウンでしか倒せないやつだ。オッケー、了解。敵は歩いてきてない。いけるか。あれ、ドエム先輩だ。ドエム先輩倒しに行くか、まずじゃあ。慎重に。ゆっくり。かつ大胆に。ドエム先輩に仕事してる。あかん。ドエム先輩があそこにいる。結局ドエム今回はドエム先輩には。ドエム先輩やらせてもらいます。監督は伝説になった。さらばドエム。喜びの声、おたけびはね、今回は上げさすことはできませんでしたがね、これでいいんですよ。ご褒美です。静かにドエム先輩をね倒しました。わらわら。次行くぞ。わらわら。金持ち。さらばドエム、すっぽい叩くんだな、わらわら。ドエム先輩硬いんでね。あんだけ叩かないとダメなの。監督はゴツ。はい、監督はゴツということで、1493番さえでしたのさ。行きましょう。あと4人かぐらいですね。まあ余裕でしょう。私の手にかかれば。慎重に。了解。パチ。硬いド M。かっけえ。わら。ちくしょう。くそ、これ当たるか。オッケー。危なかった。スローの時の雨がいい感じ。ちょっと。今日めっちゃ調子いい、ね。ちょっとアドレナリンを打とう。パチパチハチ、えでえで、サイレンサーって違法なんだってね。お、あ、そうなんだ。違法でも何でもいいんですよ。妹をね、救うためですからね。あんなか注入。ああ、ああ、マジか、海に落ちると思わんかって。ちょっと待って、待ってくれ、待ってくれ、あれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、わらわら。予想外、予想外、ちょっと待って、予想、予想外なこと起きてるよ、ちょっと待ってよ。わらわら、わらわら、予想外だよ、これ。これちょっと予想外だよ。ちょっと待って。どこどこの、どこ登れんの、あそこ。水浴び中、早く早く。早く早く戻って。危なかった。いきなり、まさかの落水ですよ。全水、落水、なぁ。全水オープンですよ、これ。トンネルズの皆さんのおかげでした、思い出しましたけどね。行きましょう。いた。行くぞ。いい感じ。あと一人。あと一人、あいつはなんだ。あいつはドM先輩か。違うな。スナイパー監督。あ、音がうるさい。落とし穴も何もなかったけどな。音がうるさいよ。寒そうだな、わらわら。あと一人。多分あいつは普通の兵士なんだよ。あいつは普通の兵士。監督はこにゃん。あいつは後ろから。水に落ちてて笑った、わらわら。すいませんでした。
それで水減らします。よし、これで全員多分倒したはず。あの車まで走れ、乗り込んだら出せ、振り返るな。あの車どこよ。お、あそこにいる。私の日記、保護カバーだけ上げといてあげる。よし、いいぞ、早く逃げるんだ。そこでバッハが笑う。ダメですよ、エリアから離れろ。了解。大丈夫、もう安全だ。ジャクソンと一緒に町の外まで連れて行く。オーケー、いいわ。オッケーオッケー。エイデン、ジャクソンはどこ？安心しろ。あれ、逃げれない。ここ袋工事。後でな、ジャクソンと合流しろ。電話は使うな。ジャクソンにもタブレットは使わせるな。了解。何か知らないけど、エイデン、お願い。もう手を引いて。いい？違う。関わらないで。関わらないで行こうとすると、相手から近づいてくるんだ。違うのかな、わかんないけど、これエイデンだけのせいじゃないような気もするんだよね。やばい、銃隠して。どう思います皆さんは。どう思う、これは。これはもうエイデンのせいなの、今回のこと。監督のということで1536番再来しません。モテますね。いや、それ全然関係ない話じゃん。8割監督がややこしい。どう思うみんな。監督のせい。いや、監督のせいじゃないよ。監督が悪い。すべて監督のせい。なるほどね。ニッキーは安全だと思うか？これで終わりだと。ニッキーにとってはな。監督のせい。120% 監督が悪い。お客さんが向かってるぞ。ビジランテの有力情報がシカゴ警察に入ったそうだ。何もかもゲームなのか、ダミアン。そうさ。ただのゲームだ。お遊びだよ。お前にはがっかりだ、エーデン。お前には俺もがっかりだよ。俺の何を責める？野心か？その強欲さだ。そんなに続けざまに言わんでも、わら。もう切るぞ。お前の偽善には息が詰まる。まあ、ややこしくしているのはこいつだけどな、わらわら。ただのゲームだ、こんにゃくのせい。まあ、ただのゲームって言ったら全部ゲームだから、しょうがないけどね。その、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、いろんな解釈ができると思うんだよね、人によって。迎えに行くから、荷物をまとめてくれ。妹か。必要なものだけ持ってこい。わかった。ここで待ってる。オッケー、じゃあ妹を、うん、監督の海物語どういうことよ。監督の海物語、よし。過去の亡霊、マジか、またその話。あんまり姪っ子が死んだ時の話はしてほしくないな。まあ確かにね。でもエイデンとしてはその家族のその守るためにやってる部分もあるんですよね。本日ロッシュフレモントでギャングの暴力事件が再び発生し、激しい銃撃戦となりました。抗争には軍用の武器が使用されています。なるほどね。市長はタスクフォースに制圧を命じた模様です。タスクフォースってなんだ。最初にギャングの抗争で被害を受けた皆様には深い同情を聞き入れません。あ、これ私がこの前あれ行ったところか。ロッシュフレモントの市民を暴力から解放。これはあれかな、もしかしたらあのイラクのいた場所での銃撃戦のことだ。スレートのバーベキューがめんどくさい。めんどくさいか。まあでもいいんじゃないですか、バーベキューって。まあ夏にはもってこいっていうか、なんとなくね、夏やるイメージもありますし。まあでもあんまり暑い時にバーベキューするよりはね、涼しい時にバーベキューした方が、まあ、まあ私ぐらいの年齢になるとなんかね、もうそっちの方がいいなって思ったりしますけどね。どうなんだろうね。まあ冬にはせんけどね、さすがにね。ちょっともう真夏だからね、まあ、真夏にするバーベキューが一番なんだって言うのかな、みんなはね。暑い時の外はきつい。まあね、確かにね。まあ、でもやっぱ夏っていうか、暑くなってこないとバーベキューできないっていうのもあるしね。あー、そうね。まあ、まあでもね、バーベキューね、まあ皆さんがどういう風なバーベキューしてるかわかんないんですけど、あのバーベキューをあの代行でやってくれるサービスありますよね。まあよく多分会社の方とかはよく使うのかな、ああいうのね。まあ焼肉の方がそりゃね、ちょっと美味しい気もするよね。
まあ、でもバーベキューの、ね、大工屋さんとかありましたよ、うん、そのやりたい場所にバーベキューのセットをね全部持ってきてくれるんですよ、うん、あまあねゴルフとかもいいですよね。そんなそういうサービスがあるらしいですよ。俺らの代わりにバーベキューしてくれるの、うん、あるらしいですよ。俺らの代わりにバーベキューしちゃダメでしょ。それ全くもって意味ないじゃないですか。ということで1566番採用します、うんうん、自分たちの代わりにバーベキュー楽しんでね帰ってくれるとか意味がそれもう全て意味がわからんですね。バーベキュー見せてくれるとか笑バーベキュー見せるだけとか言ってね、そして追い出されちゃった。そんなに人集まってるのか。あ、まあ717か。まあまあ人来てるな。うん、そして下がって上がるのも、いやまあまあまあ、そうですね、今のわけわからんかったね、ゲームの方の話で、まあいいかもしれませんね、1577番採用します。まあでも、そのバーベキュー代行サービスってのは本当にあるらしいですよ。だいたい2個はして捨てる。まあ、プロの人、まあ一応その代行サービスの人たちは、多分しっかりそういうレクチャーを受けてるみたいだけどね。監督がバーベキューの方がアップしませんよ。そうそうらしいですよ、うん、結構ちゃんとそのしたところのサービスはしっかりしてるみたいですよ。バーベキューは友人のサラミデスソースとかハバネロ粉を仕込む時でしょ。はい、ブップアンドオです。はい、ありがとうございます。お帰りなさいませ。虫も嫌なんだよな。いや、それバーベキュー全否定じゃんそれ。虫嫌なんだよなーって。違いますよ、クッシーさえらしてもさ。でも大学時代からそういうのになんか目つけてね、会社作ってた友人いましたけどね、結構でかくなってるみたいですよ。うん、そうそうそう、こち亀でもね、あれ取り上げられてんのが私の友人のところか知らないけど、うん、結構昔からやってましたよ。まあ昔って言っても10年ぐらい前ぐらいかな、うん、へえ。これで一山当てるとか言ってね。カブトムシとかも無理。バーベキュー、あ、そうなんだ。まあ虫苦手な人は本当苦手ですもんね。そっか、じゃあちょっと、次のミッションね行きたいと思います。いや、バーベキューか。でも確かに最近やった記憶ないな。あらゆるものから日記を守ろうと必死になった結果、食べてないね。焼き肉じゃ人を殺めてしまった。最低注文金額は1万円で、少人数の集まりから団体様のご利用。虫怖いよ、怖いから焼いてくってしまえ、わらわら。監督はバーベキューソース好き。バーベキュー熱いだけじゃん。今日は結構サクサク言ってる。うん、言ってる方じゃないかな。さて、皆さんをね、ヨランダがあなたのことを通報するって。ニック痛い。さあ車に乗るんだ。どうして巻き込まれたのか説明して。見つけた、レナを襲ったやつだ。誰か突き止めた。何ですって。ニッキー、時間がない、行かないと。今すぐ。ちょっとね、ドラマっていうかその物語の方が結構緊迫した状況になってます。どうすればいいんですか。私は警察を避けながら街を離れろ。マジかよ、一番苦手なやつじゃんこれ。一発で行くかな。ちょ待てよ、どこまで逃げればいいんだ。エイデン、警察よ。分かってるよ。どうして逃げるの。止めくれるわ。いや、助けてはくれない。どうしよう。どうして。警察は俺を追ってるんだ。ダミアンのことを話せばいいの。何が起きたか全部話せ。やべやべ、囲まれちゃう、囲まれちゃうよ。ダメ、ちょっと待って、ちょっと待って。わらわら、かかかか、来てる来てるんじゃない、来てるんじゃない、大丈夫かな。隠れる理由なんてない。そうでしょ。どうした監督。まさか。え、わらわら、あなたがこれ見つかったらアウトな。ビジランテなの。そう、私がビジランテだ。何してんの。なんかその変なおじさんみたいなテンションなんだけど、どういうことよこれ。そうです、私がビジランテですみたいなね、やめてほしい。わらわら、ちょっと待てよ、どうする。わらわら、わらわら、じゃちょっと待てよ。ニュースで見たこともあれも、あの、わらわら、殺人も、わらわら、メイスタジオの、わらわら、見つかったらどうしようもね、変なおじさん、わらわら。
おっしゃ、いける。私が捕まってからは何をしたの？逃げるぞ。あ、ダメだ、バレちゃった。くそ、難しいな。どうしよう。ロシなんて、とりあえずロシなんてじゃないよ。懐かしいけどね、ロシなんて。ロシなんて懐かしいね。バレたら即アウトなのか。おし、ちょっと待てよ。感動考えたよ。作戦ね、行こう。発動。頭を下げなさい。単独の作戦発動。行くぞ。これが私の作戦。どうして逃げるの？どうして逃げるの？いや、助けてはくれない。どうして？警察は俺を追ってるんだ。警察は俺を追ってるんだ。ダミアのことを話せばいいの？何が起こってるか全部話そう。もし捕まっても何も言うな。ダメだ。もし捕まっても何も言うな。そうだ、町の外に俺は逃がさないといけない。ダミアのことは任せろ。ちょっと待って。どうしてなの？隠れる理由なんてない。そうでしょ。隠れる理由なんてない。隠れる理由なんてないんじゃない。登れない。あなたが。まさかあなたがビジランテなんだ。そうなんです、私がビジランテなんです。ちょっと待ってください。あかんあかん、ハマってもうだ。ちょっと待てよ。戻れ戻れ。どうするどうする。あニュースで見たこともあれも、あったあった、殺人もメイスタジアムのあれも。驚きの、あ、ダメか。あー、もうせっかく途中までうまくいってたのに。これが一番苦手なんだよね、このミッションが。2回目なのに増えた、わら。くそー、行くぞ。わら、この運転で会話しているの無理だろ、わらわら。でも発想は悪くない。ガードレールに跳ね返される、わら。ジャクソン、頭を下げなさい。真面目にやっていいのよ。普通に運転したらどうだろう。このくだり何回もやりたいんだよね。いや、普通に普通にクリアしようとしてんだよ、これ。落ちて。了解。どうして逃げる？行くぞ。急ぐぞ。この道を絶対逃れないように。逃さないように。どうして？行くよ。警察は俺を追ってるんだ。ダミアンのことを話せばいいの。何が起きたか全部話すわ。集中。ダメだ。もし捕まっても何も言うな。そうだ。警察に捕まっても何も言うな。そして身を隠すんだ。いいか。身を隠すんだ。どうしてダミアのことは任せろ。隠れる理由なんてない。なんだあれ。そうでしょ。警察の集団があそこにあるぞ。なぜ、まさか、あなたが、あなたが、何、ビジランテなの？ビジランテなの？複雑なんだ。複雑なんだ。そうなんです、私がビジランテなんです。ちょっと待って、どうすりゃいいのよこれ。どこ通ればいいの？ここ通れんのかな。行ってみようか。ニュースで見たこともあれも、あの殺人もメイスタジアムのあれも。ちょっと待てよ、どこだ、どこか逃げれるかこれ。そんな、ちょっと待てよ。私が捕まってからは何をしたの？私が捕まってからやべ、ダメだ、捕まった。あー、むずいこれ。これ無理だ。いやー、これ逃げれねえよこれ。でもどこ行けばいいんだろう。ちょ待てよ。でも今の道で合ってるっぽいんだよな。行くよ。いや、本気出してるってさっきから。じゃ止めて。行くよ。ちょっと本気出すよ。感動本気出すよ。橋の下通れる。了解。警察よ。高性能パトカーが。どうしてる？助けてくれるわ。いや、助けて。邪魔よ。どうしてんの？いや、道路はね、行きません。集中ね。了解。ダメだ。もし捕まっても何も言うな。今はお前の二人を街の外へ連れて行く。そして身を隠すんだ。ダミアンのことは任せろ。どうしてなの？本当はスピードのことなのか？嘘だと言ってくれ。パトカー盗もう。ダイナミックニュースエクササジ。マジか。パトカー盗めないよ。わらわら。ニュースしちゃった。わらわら。ガチのニュースしちゃった。ちょっと待って。わらわら。嘘じゃないですよ。あ、任しとけ。わらわら。ジャクソン、頭を下げなさい。ひどい、わらわら。ちょっと待って。まずい。見え。
そろそろ本気で行ってもいいよ。逃走しまうとなりました。わらわら警察よ。いや、まあ任しとき任しとき。こっから行くよ。どうして警察は俺を追ってるんだ。ダミアンのことを話せばいいの。何が起きたか全部話すわ。勝ち確勝ち確。大丈夫、これで勝ち確になったから。まあ見とき、任しときんさい。そして身を隠す。ダミアンの集中。どうしてなの、隠れる理由なんてない。集中。そうでしょ。あ、メンゴ。あ、死んでもた。あなたが今回は期待してる。ビジランテなの。落ち着け。あなたビジランテなの。そうなんです。私がビジランテなんです。行きますよ。立ち掛けで勝ったことありますよ、多分。行ったくらい。もう飽きたとか言わないでよ。それしかネタがない、ここでは。しょうがないでしょ。気に入ってますよ。何をしたの。やるべきことをやった。やるべきことをやった。やるべきことをやったって言って市民殺しまくっとるやんけ。あかん、嘘だと言ってる前に。くっそー、これきついな。これきついわ、ちょっと待って、マジできついよ。もう一回行くか。リプレイかな。行くぞ。ニッキー、エゴ先輩です。勝ち確対立。わらわら、そうです。私勝ち確、勝ち確。ダリオから失敗するんじゃないか。わらわら、頭を下げるか。わらか。わら、いや、次で決める。今日は冬なんて。マジで次で決める。エイデ、気をつけて。熱いからって水好きすぎやで。エイデ、ケンサー。オッケー、了解。助けてはくれない。どうして。警察は俺を追ってるんだ。ダミアンのことを話せばいい。次で決める。何が起きたか全部話せば。なんでこれ、もうダメだ。もしこの車性能が悪いんじゃないか。この車性能が悪いんじゃないか。ダミアンのことは任せ。ちょどうして。やばい、もう前がもうパカンパカンになってる。もうどんだけぶつかってんだよ。そろそろリスナー始めています。車の電話、まさかあなたが監督道路使用ビジランテなの。そうなんです、私がビジランテなんです。行きますよ、皆さん逃げましょう。よしよしよし、しょぼんじゃないよ。そんなこと言うんじゃない。運転がって言うんじゃない。これは私なりのもう限界に挑戦しております。わらわら、あれもわらわら、こっちこっち、やばい、来てる。何回目だ。オッケー、行きますよ。何をしたの。ちょっと、しょうがない。もう今はこれしか言えることがないんだ。許してくれ。よし、こっちで合ってんのか。よしよし、来た来てる。これはもう新たな道を切り開いたよ、監督。新たな道を切り開いたよ、監督。いいよ、暴走しない。逃亡に。ああ、誰かを引いてしまいそう。落ち着け、大丈夫。大丈夫なのこれ。車の調子は大丈夫これ。あ、やべえ、嘘。止めちゃった。ちょっと来る。パチ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 、すでに引きました。電車止めちゃった。ちょっとすげー、わらわら、誰かを引いてしまいそう、わらわら、やり直さないといけない、わらわら、やめれるのか、わらわら、正面衝突、わらわら、電車に勝ったぞ、わらわら、車高性能すぎ、勝ちましたね、わらわら、ひどい、わらわら、ここ走ってていいのか。やめる車、わらわら、わらわら、もう約束はいらない。どこ走ってんだ、わらわら、どこ行くつもり。何中車やねん、ジャクソン、遠くへ逃がす。そうだ、ジャクソン遠くに逃がす。ジズミー、来い。どこに行くんだよ、監督。間違いなく日記は読んでいる。居場所は俺にも、わらわら、誰にも知らせる。遠く、天国。離れていこう。ジャクソン君、知ってないの。あぶねー。やばいな、この車がやばい。ちょっと待って、車がやばい。OK、次行く場所、ここか。いや、ちょっとは狙っていきますよ。監督だって狙っていいでしょ。よし、行くぞ。これ乗っていかないといけないの。ちょっとやばい。やばいな、これ。車がもう変形しちゃったよ、これ。
ということで56番さんいらっしゃいませ。マジかよ、これ車が変形しちゃったよ。ちょっとしゃっくり止まらない、わらわら。これは怪しい。これもうやばいぞ、あと1回ぶつけたら多分これ爆発するぞ。大丈夫か。いやぶつけたらもうダメだって、これ爆発しちゃうから。ちょっと気をつけよう。よく動くな、わらわら。ちょっと情けない顔になったな、わらわら。今回は同乗者がいるんですよ。そうですね、これはマジでこの車は大切にしていかないといけない。この車が壊れた時点でこのゲームはちょっと多分このミッションは失敗になっちゃう。わかりました。そうですね、甥っ子も乗ってるんですよ。これは甥っ子も乗ってるんでね。危ない、危なかった、危なかった、ちょっと危なかった今。わかりました。これ超ダサいな。いや、そういうわけじゃありません。1883番セールしました。ラジエーターがマジでやばいですね。コロ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 言うてます。あ、違う。あ、バカバカバカ。なんでお前、ちょっと車、ちょっと、間違って落ちた。ちょっと、あかんあかんあかん。あかんあかん。なんで降りたんだよ、お前。ちょっと待って。すいません、ちょっと。危ない。間違って三角ボタン押しちゃった。慎重に慎重に。わらわら、センスが感じられないわ。わら、すいませんでした。ねえ、マジで天然狙ってない。わらわら、いやいや、間違って三角押しちゃったんですよ。ちょっと危なかった、危なかった。本当に危なかった。妹、おかん、背中かゆかったんだろ。わら、気をつけて気をつけて気をつけて。背中かゆかったからってあんなかゆかったしませんから。妹不安だろうな。いや、妹も不安でしょうね、今ね。今ね、すっごいね、いい感じの音楽が流れてるんですよ、実は。これ実は今ね、聞こえてないかもしれんけど、すごいいい感じの音楽が流れてるんですよ。聞こえる？めっちゃいい感じの音楽流れてるんだけど、この車がすごい音を立ててるんで、全く聞こえないんですよ。車がすごい、わらわら。聞こえん、聞こえたよ。笑いすぎて腹痛いよ。聞こえた？どうしてくれるんですか。合わない、わらわら。なんだこの方。むしろこの車が、自分の車こうなってショックを受けた人の音楽みたいになってますよね、今ね。切ない、わらわら。あ、俺の愛車が、みたいな。いや、この曲流れてんだけど、この車がうるさすぎて聞こえないんですよ。愛車でもこんな形もならぬわ。悲しい別れの音楽が流れてます。わら、完璧。そうですね。多分これね、別れの音楽だと思うんですよね。多分エイデンとこの自分の妹のニッキーとジェイソン、甥っ子のジェイソンね。その家族がね、散らばるんじゃないかっていうことを危惧してる音楽なんだと思うんですね。そうね。で、あ、これもしかしてあれなんじゃない？めいっ子が死んだトンネルに向かってんのかな、これ。やっぱそうだ。あ、違うのかな？これめいっ子の死んだトンネルに行ってんのかな？違うのかな？すいませんでした。ほんとうるさいっすよね。まだ整理ができてないですね。治りましたね。でも兄さん、なんと車が治ってる、わらわら。車が治ってる、わらわら。綺麗になった、わらわら。綺麗になってる、わらわら。わらわら。治った、わらわら。わらわら。車治った、わらわら。車が治った、わら。いつの間にこれ直ってほしくないですね。すげえ、わらわら。再生した。乗り換えたんだろ、わらわら。わらわら。ちょっとみんな、ちょっと悲しい感じになってるよ。わら。なんとのことでしょう、わら。これもハッキングの力か。ピカピカやん、夢。こんな風に別れたくなかった。いつも理解たの。他にどうすれば。私はこれで車を直しました。平気か。また車を盗したのか。ボロボロだと笑っちまう、わらわら。子供の頃はいつも追いかけてたわね。しつこく追いかける私をバカにして相手にしなかった。兄さんの車もホッケーも大嫌いだった。ああ、
兄さんを追いかけたのは私のアイドルだったから。今のジャクソンと同じ。ずっとそばにいさせてほしいと思ってた。いつか振り向いてくれればいいと思ってた。すまないとしか言えない。ジャクソンは叔父の姿に何を思うのか。そうっすね。もう兄さんを追いかけたりしない。実はニッキーはブラコン、ブラコン。そうだな。まあブラコンっていう一言で片付けていいのかどうかわからんけど、うん。廃車おじさんさようなら。それは間違いないでしょうな。ジャクソン、ワイルドだな。監督のプレイがひどくてストーリーが頭に入ってこない。ヘイデンおじさんにさよならを言って。これはいい反面教師ですわ。さよなら言うのかな。喋れないんだよね確か。ジェイソン、ジャクソンか。ジャクソン、おじさんくらかいな。いいえ。あ、喋るじゃん普通に。残るの。成長したらおじと同じようになるんだろ。わからんけどね。どうなんだろうね。お父さんの代わりみたいな部分もあったのかもしれないね。わらわら間違えちゃった。監督ジャクソンだ。喋った。わら。はい、監督はこつということで、アクセンションで。そうですね。今まで喋ってこなかった。あ、本当に？おじのような正義の味方になるんだろうが、おじのようにはなるなよ。将来はホッケーマスクか、ヒーロー。ジョ・ジェイソンって誰やねん。わらわら。あ、なんか孤独。そうだな。監督の運転で雰囲気もクソもないよ。何これ。さっきの車で爆音爆音。あんな廃車で行ったのか。帰り道で赤くなったのか。手上がりがあった。驚くな。驚かないと思うが再生してくれ。なんだ。ある仕事を頼みたいんだ。イラク。イラク誰。もちろん仕事だ。ミスタークイーン。ミスタークイーン。雰囲気ボレンクスとピガースだ。どうやら本当の悪の根源はラッキークイーンだったんですね。知る必要はない。まあ予想できちゃうけどな。これもうちょっとひねってくれてもいいけどね。そういう取引があったんだから。クイーンの野郎。わらわら。まあ何となく分かってたけど。簡単に終わる見返りの大きい仕事で。クソギャングめ。クソギャング。できる立場じゃねえが。そうそうそう。迷ってるならクイーンはもうすぐチャリティーを開く。知らなかった。奴のホテルマーロットだ。知らなかった。まあなんとなく予想できちゃったのが残念だけど、まあありかな。ニッキーが戻ることはないだろう。ベタだけどこの街から離れていった。そうね、こっからだわ。多分こっからあれだな、5かな。そしてクイーン、ラッキークイーン。全ては奴のせいだった。俺が追い続けてきた姿なき亡霊。必ずサード島のクライマックスに報いは受けさせてやる。まあ皆さんはこれちょっと見といてください。ちょっとトイレ行ってきます。すいません。ちょっとこれでも見といてください。ちょっと待っておいてね。何このプレイ。4だけ。もうちょいだね監督。オッケー。イチャイチャ平和やな。監督ひどい。わらわら。あの別れの後の、おい。わらわら。その前に、デバガメをお楽しみください。わら。この画面はやめろ。わらわら。お、オッケー。監督しんみりするね。ここでトイレとは。わら。カレーかな。嫌がらせ。おい監督、訴訟も辞さない。爆弾持ってこい。監督やっぱ畜生だな。わらわら。今日中に終わるかな。これはコミュ減るわ。わら。リア充観察。わら。監督やめろー。スネペチなのかな。足重い。爆弾投げよう。畜生。第22くらいにランクインしました。音が銃をぶっ放せ。撃てー。呪い先輩来て。リア充爆破の許可ください。頭を打ち抜け。いつまで見てんだよ。そっとしておこう。コミュ抜けよう。犯罪に巻き込まれろ。わらわら。おい監督早く帰ってこい。
わらわら。はやー。はい。わらわら。はい、帰ってきました。すいませんでした。どうしよう。すいません、戻ってきましたよ。あれ、どうするの？また同じパティンか、わらわら。また、さっきと同じパターン。おかえり、わら。いや、これね、どうすればいいんだろう。早く空間送りにするんだ。こいつもプルプルするかな？わら。ちょっと どいてほしいんだけどな。監督、で OK？ なんで無言だったの？もう離れるんだ。横に移動するとか。あれ？何これ？サイコパスか、わら。すいませんでした。まあちょっと今さっきのはちょっと皆さんにちょっと悪いことしたなと思ったんでね、その代わりといってはなんですが、ちょっとね、あれ逃亡に成功しちゃったよ。ニッキーが戻ることはないだろ。俺のせいでこの町から離れていった。俺からも。ということで、2135万歳です。だがこれで2人は安全だ。そしてクイーン、監督の本性が出ました。いや、そういうわけじゃないんですけどね。俺が追い続けてきた姿の逆光で、俺の体は報いを受けさせてやる。ちょっと早くどいて。ちょ、私この海を渡りたいんで、川を。よかったよかった、みんながね喜んでくれて嬉しいです。いや、ちょっと待ってよ、これ。いや、でも船は奪いたいんですよね。和子監督、和子監督ということで、有罪なしません。後ろからでいいよ。あれ、動かんくなったな、こいつ。近すぎて逃げれない。いや、逃げれるはずなんだよね。運転手殴れないの？じゃあ真後ろから撃った方がいいのかな。ゴジラ追尾ジランテ。なんでこいつ移動しないんだろう。こいつの移動させる方法が分かんないんだよね、毎回。だから近いと。いや、でもね、近くてもね、逃げれるはずなんですよ、多分。一回これでうまくいってるんで。いや、そんなことないよ。こういうこと？いや、でもこいつ移動しないんだよね。船の後ろから？いや、普通に戻っちゃうんだよね。あ、あ、オッケーオッケーオッケー、ありがとうありがとう。できたできた、ありがとうありがとう。よし、よし、移動。よし、の早く運転して。オッケーできたできた。わらわら、邪魔。行こう。わら、踏み台にしてる。わら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 。監督やっちゃったの？大丈夫大丈夫、あそこのおる。ちょっと怖いけど大丈夫かな。わからん。クモの巣？クモ吸ったの、掃除機で。あんまり良くないと思うけどな。ちょっと待てよ、どっか登れるとこないかな。
人質じゃないよ、ちょっと待って船で行けるから。どっか登れるとこないかな。ん、船で行ける、本当に。オッケー、じゃあちょっと待てよ。雲は食べるもんやろ。どこだ、船のどこだ。いや、雲食べるもんじゃないよ。ここか。じゃあ向こうから回ればいいのね。了解、行ってみよう。そっか、まあ雲、まあ苦手な人は苦手だもんね。でも結構雲って死なないと思うよ。ああそうなんだ。あんまそういうこと言ってあげなさんなよ。本当に嫌いな人かもしれんじゃん。ナイトクルージング、そうっすね、いい感じですよ。まあ、先ほどとは打って変わっていい感じ。掃除機で吸った友人がゴミパックしてる時は美長官だったらしい。うっそ、ちょっと待ってか、マジかよ、ちょっと待ってくれ。これはマジかよ。座礁、これ死んだのかな、もしかして。座礁ですけど、ちょマジか、くそ、無理だな。かわいそうな一般人、酔ってるだけ。わら、座礁し。オッケー、すいませんでした、まあ、座礁しちゃいました。わら、言いました。犯罪者だからもうしょうがないぜ。わら、座礁、あれ人質を組んでる。座礁懐かしいけど、またやらんときゃ。行きましょう。まあ、大丈夫ですよ。まあ、船も返しましたし。うわ、やべやべやべ、ちょっと待って、殺すぎ、ちょ、まずい。せっかくまだ評判がまだプラスの方にあるんで、この状態をキープしたいとこなんですよ。やべえ、とか言いつつやっちゃった。やべえ、ちょっと待って。やばいよ、これもう連続でどんどんやっちゃってる。大丈夫かな？行きましょう。もう結構ストーリーの方もね、終盤ということで、曲の方がちょっと、すごい曲になってますよ。すみませんでした。ちょっと引きすぎだわ。ちょっと自分に引くわ、ちょっと。いいよ。決めて監督。ここ決めよう。やべ、一個前で曲がっちゃった。ちょっと待って。まだか。まだ曲がる。むずい。この本当にこの運転が難しすぎる。5歳の娘は怖がってる。見せなさんなよ、5歳の娘にこんなゲーム。5歳の娘には見せてほしくないな。なんで常に全速力なんだ。監督、破壊でどれだけ人いるんだろうか。それは全速力で行くべきだから。ということで、2223馬さん、そしてネタマさんもいらっしゃいませ。よし、行くぞ。娘さん、クリアまで。これは行ってみせる。夢だよ。うん、そうそう。夢ってことにしておいた方がいいよ。さあ、ラス前。ちょっと待って、飲み物飲むわ。そうね、夢だね。行こう。鏡マーロットホテル。ここから始まったんだ。マーロットに行くの。俺の世界はこの場所のせいで崩壊した。ラッキークイーンのせいで。奴が俺と家族の襲撃を命じた。その理由を聞かせてもらう。そして奴は死ぬ。オッケー、行こうぜ。タピオカって美味しいな。私どこにいる。監督の放送は子供に悪影響ですな。理由はまだわからないんだね。2230万歳にしますよ。値段も上がった。知らなかったんだ。私が何とかする。うん、そうそうそう。その必要はない。マーロット。ごめんなさい、エイデン。クララどうしたんだ。うん。何をする気だ。え？タピオカ？なんか罪滅ぼしをする気かな。うん。食感がやっぱいいよね。確かね、私の記憶が正しければ、そうみたいですね。私が前見た JK の放送はここやってました。だからちょっとすいません、私これ解き方わかるかもしれない。行き方わかるかもしれない。台湾で飲んだな、タピオカ。
ああそうなんだ。タピオカ、あ、発見できる。行こう。次長課長。JK の放送、これ見ちゃったんだよね。子供にだからストーキングじゃないよ。でもないかもよ。監督がいろいろやってはいけないことを教えてくれたし。申し訳ない。言いましたよね。政治家は短いスピーチができない人種なんです。まあ多分大丈夫でしょう。初見とは違うパターンでやって。市長。わかりました。違うパターンでやります。いや、政治家になる前から。ラッキーとはいい友達です。とても。ラッキーといえば。ところで、これだけ長い付き合いでラッキーと呼ぶようになったのは最近なんです。なんだっけ、私ほどラッキーを理解している男はいません。これ多分シカゴの市長なんですよ。この町への寄付、世界に広がるチャリティーまで、収入注目、彼の寛大さは国境さえ越えていくほどです。乾杯しましょう。ラッキーって振り付け師言わされているのかな。ラッキークイーン。以上、ラッシュモア市長でした。収入いくらってなって。ありがとうございます。このおっちゃん大丈夫か。ではお楽しみください。40万。皆様のご協力に感謝します。市長40万ドルでしたよ。市長も被害者だというのか。ラッキーの収入やべ、ターゲットを見失ってしまう。まずなんでこんなに詰まってる。脅してる。ちょ、まず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 ドル。オークションも大失敗した。これ二人とも10億円ってことか。市長だ。うん。仕事をしろ。言った通りにしゃべればいい。延長したか。した監督より多いな。わらわら。あと20分ある。1000万ドル10億円くらい。ジャングと戦っていますと。そうですね。監督の年収より低いな。まあ一枠。10億ですね。30分延長しました。あのビデオを渡せ。今日クリアる？今日クリアするつもり。どうなるか分からんけどね。完結、完結、完結。多分あります。これ以上耐えられない。おい、聞いてるのか、ラッキー。どうやら市長も何かネタを掴まれてるんですね。で、20分じゃクリア無理かも。言うこと。長課長ルートでサクッと。いや、一応30分延長したよ。セスの記録で脅されてそう。そうかもね。ちょっとそんな気もするね。なんかそんな感じの会話だったね。あの動画をみたいなこと言ってたし。映像とか言ってたぞ。セックス。ねえ、ラッキークイーンどうしたのこれ。ラッキークイーンどうしたのこいつ。まさかマネキンおじさんの可能性。わらわらハマった。わら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 、今日の放送最高。いつまで。わらわら、もう年だし。わらわら、まだ延長全然できますよ。2時まではやれるかもしれん。壁に張り付いとる。わらわら、エレベーター待ち。ボケたかジジイ。あいつ大丈夫かな。多分終わらない。アンラッキー。老害始末しようす。多分終わらん。マジか。わらわら、失禁。エレベーター故障中。わら、あら、実はカーネル・サンダース。わら、あら、立ち往生。クイーンさん壁とお話し中。アンラッキー。わらわら、あ、バン、あらあら、壁オーナーということで、2303番サインしてません。2311番サインしてません。あー、多分ボタンと喋ってるな。わら、あら、あ、あー、ちょっとよく見えんね。あー、
ちょっとよく見えんよ。あらら、もうちょっとよく見たいんだけど。俺らも脱ぐか。あれないね。多分じゃなくて絶対終わらない気がする。こいつらも爆破だな。マジで。いけー、よし爆破しないと。使命感。これが今話題の影ドンか。早く娘さん寝かせろ。うわ、マジで。コネヒルシ映像撮られてます。コネヒルシ本人気づいてない。5歳の娘さんには見せないでー。第17時代にランクインしました。確かに爆破できないのか。できませんね、あれは遠くなんだね。お、ハッキングできる。クララはピアーズの一件の報酬を引き出していない。他の仕事は全部断っている。彼女は危険だ。対処する必要がある。今すぐに何人かに連絡を取るべきだ。あ、なるほど。結局その悪いことしたっていう認識が生まれて、クララは裏切ったんだね。クララ、ラッキークイーンを。なるほど。原因を調べてこい。これでいいのか。ホテルに侵入しよう。了解。クルーズが到着します。あ、クルーズさん来るんだ。了解です。いらっしゃい。皆さんね、挨拶の方よろしくお願いします。ケルー、タツクララ、行きましょう。クルーズの、皆さん、こんばんは。クルーズの皆さんこんばんは。今日はですね、一応こちらの放送ではウォッチドックス、クリア枠といった感じでやっております。放送ネタがないクスってゲームばっかだねっていうか、私ゲームしかしてない。それはなんかひどいようだな。熱そうということで。熱そうっすか、入れてということで。何に入れればいいんですか。何を入れればいいんですか。自分の暇つぶし他人に見せるだけなの。まあそういう方もいらっしゃいますけど、できればね、私あのなんていうんですかね、皆さんと一緒に楽しみたいと思ってるんでね、ということで延長アンケート、はい 16.4% ということで報告ありがとうございます。そして、18人の方いらっしゃいませ。クルーズからいらっしゃいませ。監督よかったね、いい声って言われたよ。ありがとうございます。あ、本当ですか、ありがとうございます。皆さんいらっしゃいませ。クルーズより失礼します。先ほどは突然の、はい、わかりました。大変ご迷惑をおかけいたしました。先ほど、何のこと？ということで、2395万円いらっしゃいませ。僕もやってるので降りてきましたということで、いらっしゃいませ。まあ、私のプレイあんまりうまくないですけどね。2397万円さんもいらっしゃいませ。どうせお前も母子家庭なんだろう。いや、だ、私、お母さんいますよ。はい、そうですね。そういう方もいらっしゃいましたね。今回残念ながら延長には縁がありませんでしたが、船員たちには非常に高評価でありましたことを飛行の土産とさせていただきますということね。なんて優しい方なんでしょうかね。嬉しいですね。珍しい方もいらっしゃいますね。クルーズの方ね。2403番さえいらっしゃいません。初見です。和骨ということで、初見さえいらっしゃいません。どんどんマイクラしたくなってきたんだろ。母子家庭の場合は父親では。母子家庭呼んだ。母子家庭はお母さんでしょ。そや、わら、あ、遅れた。あ、母子家庭はお母さんです。俺も去年クルーズから降りたんだよね。はい、監督しゃぶって監督をいじりながらゲームを楽しんでくださいね。2314万さんもいらっしゃいませ。母子家庭だが、いろんな楽しみ方があると思うんで。母子家庭だと母は当たり前。母子家庭、母乳家庭。そうっすね。間違えちゃいましたね。はいはい、クルーズから来ました。ちょっと赤い服にしましたよ。監督には、はい、なんか服変わったところでベローツさんいらっしゃいませ。なんか、はいはい、クルーズが来ましたよということで、クルーズからいらっしゃいませ。2424番さんいらっしゃいませ。そうで、今回はね、実はもう物語の方は最終章ということで、今までね、この男エイデンという男がですね、ある組織から、なんていうんですかね、自分の姪っ子をね、なんて言えばいいんだ、エイデンに対する圧力の巻き添えとして自分の姪っ子がね、死んでしまうという事件が起きました。その黒幕が今まで分からなかったんですが、やっとね、黒幕が分かったんで、そいつをね、しばきに行くというのが今回のミッションです。今日で終わりそう。このホテルのね、どうやら最上階にいるそうなんでね、いや今日で終わらせてみたいんですけどね、どうなんでしょうね、分かりません。皆さんの意見は2つあって、いけるんじゃないかっていう意見もあるんでね、どうなのか分かりません。まあ延長の方はね、全然できるんでね、やっていきましょう。とりあえず黒幕は誰なの。んそれ悪と最終章って言ってるか。今日で終わるまで終われマーテン。エイデンの仕返し本編多分ね5だと思うんだよね。よしストーカーした自称カトをお手本に行くぞ。しばきに行くぜ。見つかったなんて、わらわら。まだ大丈夫、行くよ、倒しに行くよ。慎重に潜入。
あ、危ない。ボーン。怖かった。怖かった。よし。行くよ。ゴカまだ3勝ありダブル頑張らんけ。わら。目の前。わら。ボーン。カメラを使え。カメラやん。わら。え、5までないの？いや、カメラ使ってもいいけど。わらわら。初めて追い出された。ちょ待てよ。あ、マジだよ。初めて追い出された。まあ今日クリアー目指していく私の休暇前の最後の日なんでね。あ、誰か気づいた。よしよし、来るぞ来るぞ、来た。やべ、あれド M じゃないよね。あれド M さんじゃないよね。オッケーオッケー、いける。任しとき。はい、やばいよ、やばいよ。大丈夫大丈夫大丈夫、任しとき。来たわ、落ちんどる。違ったね、ド M さんじゃなかったね。よしよし、多分そんな感じでしょうね。わお、死んでる死んでるって感じでしょうね。ヘッドショット。一人がコミュニティを登録しました。コメデロさんかね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ちょっと私今日一回放送したらね、足音がするな。どこだ。一週間ほどちょっとね、旅行の方に行くので少しお休みになるんですけど、うん、まあ今日はねとりあえずその代わりといってはなんですがクリアまでね頑張っていこうと思っております。いきますよ。これ一般人もいるな、これ多分。バケーションね、高飛びするんですね。バケーションよ。ド M 先輩、高飛びはしない。なんで逃げないといけないの。しつこいな。いや、ド M 先輩いるんじゃないですか。わら、どこに行くの。沖縄。こにゃ人数減ってしまうな。バケです。わらわら、夏休み早いね。可能性はありますね。せっかく3000人まで行ったんですけどね。まだいないよ。まあしょうがない。まだいない。なるほど。ってことは、後ろに出てくるんだな。やるか。OK。まだ大丈夫な。あんまね、記念枠をやるとね、後々しんどいことになるんで、やらないようにしてるんですよね。来た。マジか。うそ、うそだ、うそ。うわぁ、メンゴ、ちょっと一回やり直すわ。ちょっと、しょうがない。メンゴ、ちょっと、次もう一回だけ挑戦してください。すいませんでした。レオンハーツさんいらっしゃいませ。うん。そうそう。あれはダメなんだね。ちょっとここはうまくいきたい。この前ね、ちょっと私が他の放送で見かけた女子高生よりはうまく、せめてクリアしたい。行くよ。旅行の写真見せてくれるの？浮気する。旅行の写真はね、見せるかどうかわからんけど、頑張れ監督。あれ、どっち。まあ、ガラスあったからね。ここか。お土産話、楽しみにしてるよ。やけに次長課長にこだわるな、和骨。いや、相当ディスったんでね、ツイッターの方で。ツイッターの方、多分その女子高生は見てないと思うんですけど、結構ディスったんでね、ちょっとそのそのできればね、その人よりはうまくクリアしたいなと思ってます。わこというぐらい、まこさえらしません、3000さえらしません。まあディスったというか、こんなプレイ見たことねえって言いました。こんな納金プレイ見たことねえとか言いましたけど、すいませんでした。まあ私もそんな言い返せれるような、言い過ぎ、わら、ディスんなし、言い過ぎかな、すみませんでした。俺より下手みたいなこと言ってたね、わら、わらわら。そうそうそう、人のこと言えるかよ。あんまり言い過ぎの良くないってのは分かってます。監督のプレイは監督に言われる軸、わらわら、わらわら、ひどい、わらわら。すみません。ノースプレイ、わら。いや結構ガチで、監督はお前だからな、すごかったんですよ。そうそう、脳筋って言って、その、なんていうの。いやここも相当ひどいけど。見事なブーメランだ。そうですね、その通りですね。ということで、一歩しないでいらっしゃいませ。いやいや、まあでも、ちょっと、まあその放送もね、レベルもそんなに高くなかったから、ちょっと盛り上げたかった部分もあるんですよ。で、もしかしたらこういうツイートしたらね、私がね、いっぱい人が来るかなと思ったんですけど。オンラインしたら面白そう。ギザンかよ、笑。もしや、マコテイ。なるほどね。リモコン爆弾仕掛けが来る。そんなにレベル高い人じゃないはずですから。監督リスナーの時は結構言うよね、わら。監督よりアクション下手な人いないやろ。そうそうそう、結構普通にいますよ。わら。いますよ、結構いますよ。炎上商法ですね、わかります。低レベルとかかわいそうだろ。悪役になろうとしたのね。いや、低レベルっていうか、まだコミュニティ作って間もない感じの人だったからね。プレステ4を買って初めてその配信に挑戦したみたいな人だったんで。
わら、まことはああいう感じでいいんだよ。脳筋って何？まことさん、まことさんっていう人なのか、わかんないけど。そんなにレベル確か14とかそんぐらいだったような気がする。うん、多分違うと思うよ。多分そのまことって人は有名な人じゃないかな。あれでしょ、そのゲロ吐いた人でしょ、その人。違うかな。そうですね、わかりました、気をつけます。ノース地ゴリ押し来るぞ。誠はね、ゲロ。誠さんは200代。でしょ、この人です。ですよね、有名な人です。でも次長社長で生主になるってすごいよな、わらわら。アートで監督のせいで暴走やめてますわ。誠さんをお願い。マジでやめてよ、そういうの。誠はコミュレベ100超えの大手でしょ。ですよね。次長課長ってことは監督の10個したかな。いや、どれぐらいしたんですかね。まあそれぐらいしたのになるのかな。脳筋の解説ありがとう。だから考えなしに疲れてゴリ押すことの比喩。もしや、あの子かな。いいぞ、いい感じ。あの子、知ってんのかな、みんな。自分より正面突破していく感じですごいよ。わら、参考にはならんね、ダブル。名前は出さないでし。いけたかな。オッケーオッケー、名前は出しません。あと一人か。オッケー。パチパチパチ。ありがとうございます。的に隠しカメラ持ってるやついるんやな。いいねいいね、ちいほいほい。そうそうそう、隠しカメラ的なものをね、備え付けてる人もいるんですよ、ね、あと1人。まあ警備の観点かな。あと1人ですね。でもあいつなんか他の方向向いてて気づかねえな。わかりました、了解。じゃあ次のステージではカメラ使って爆発系でいきましょう。ちょ、ここはね広そうだったんだね。ちょ、どこいんだ、もう1人。遠くだな。どこいる？この奥にいんのか。次長課長でノースジで、ちょっとこいつひでえプレイでしゅ、レベル低い子知ってるからな。次のステージこそそんなこと言ってられないけどな。マジか。爆発しなくてもいいから、せめて状況把握にカメラ使いましょう。了解、わかった。この辺りにいるっぽいんだよな。ん？ここじゃないのか。まあ、これを解除する、これ爆破か。どっかに解除するキーがあるっぽいな。もう全滅しなくてもいいやん。あいつ、いやでも全滅させたくない、ここまで来たら。パンピーやっちゃわないでね。了解、一般Pはやらない。了解。後ろやろ。後ろ、こっちだと思うんだけどな。大丈夫かな。これってようつべにあげます。赤点が敵じゃないの。 YouTube には上げる予定、一応ね。うん、ん？赤点が敵、そう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 。こっちか、ここだな。どこいる？正面玄関か。わざわざやりに行く必要もないか、もしかしたら。まあ一回やるか。後ろってことね。外のやつじゃん。そうそうそう、外だね。わざわざやりに行くか。いた。まあやりに行くか。じゃああいつか。了解、じゃあやっちゃおう。オッケー、とりあえず正面玄関はすべてあれしました、倒しました。で、どっかに解除する何かあれがあるのか。ここまでは順調。パチパチ、ここまで順調。オッケー、うまくいけたらいいね、もう少しね。パチパチパチ、ありがとうございます。監督、パチ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 、監督多分上の階に行くんだと思うんだ。あ、わかりました、了解です。おやすみなさいませ。寝る方はね。これもう爆破。じゃあ爆破はしたくないよ。あれ、どこだ、解除。なんか解除するような気もするんだ。あ、これか、普通にここか。寝る方おやすみ。エレベーター。オッケー、了解。寝る方おやすみ。そうっすね。次長課長は降りに行こうぜ。寝る人おやすみなさい。はい、そうっすね。寝る方はおやすみなさいませ。ああ。ああ、どうした、大丈夫かな。延長した。誰か来んのか、これ。まさか。
ね、うん、延長したよ。30分延長した。来るか、誰か。あぶねえ。してエレベーターからド M 先輩がわらわら。あぶねえ。あぶねえ、今、ちょっと誰かがあーって言ってくれたおかげで助かったわ。誰かがネタバレしてくれたわけで助かった。やだ、テストの場合にした。もう0時だね。そうか。うん、そうね、もう0時だ、ね。ありがとうございます。おぉ、いや、イベントだった。惜しい。ありがとうございます。ああ、来た、ラッキークイーン。おい。警告を理解できなかったか。わかるだろう、お前の負けだ。いやいや、銃突きつけられてんのはあんただから、エイデン。お前の命じた襲撃で。いや、まあ、ハゲとるかな、これは。俺のメイは殺された。そうだ。6歳だった。6歳だったんだぞ。まだこれからが、まだこれからがあったんだ。それでここまで暴れ回ったのか。そうだ、俺は暴れ馬。すまなかった。みんな、些細なことで相談しに来るんで、ね。6歳か、小学生だね。そうっすね。覚えきれんよ。そうです。後ろのやつの後ろのやつのかけとるメガネのダサさ半端ねえ。なんだこれ、マル、が見たかった。オッケー。で、他は他はいいの。オッケー、了解。これは大変そうだぞ。ちょっと待てよ。くそ、この声はこの声はやつが来る。やばい、やつが来る、やつが来る、やつの声がする。一番可愛い年頃じゃねえか、ジジイ絶元。やつが来る。こっからが動画バレー。やつだ、M が来る。やつの声がする。違う違う違う、戻ってこい。違う、戻ってこい。違う、あれだ、バグだ。どうしよう、一人やった。まだか。ド M 先輩、さようなら。お前がド M 先輩。オッケーオッケー。ド M 先輩大喜び。結構ド M ですか。で、どこから来るんだよ敵は。やかましい、わらわらわら。安定の声、わらわら。ド M 先輩チェスチェス。ド M 先輩ね、すぐ死んじゃいましたけどね。歓喜ですよ。ありがとうっつって。歓喜の声を上げとった。うん、あいつは結構嬉しそうですからね。歓喜の声上げてましたね。あいつは本当にね、本当ド M ですからね。もうやめとけっていうのにね、来ますからね。来るぞ。同胞、先輩は最後までうるさかった。これで一人ずつやっていこう。それが一番倒すには楽な気がする。来るぞ。まあ、この部屋に多分攻撃を仕掛けてくる敵に関してはこれが一番ベストな倒し方な気がするぞ。来ないね、これ前まで来ないね。ちょっと横にずれよう。監督、おや、もう終盤ですか。ここか。そうですね、もう終盤ですね。もう少しで終わりかな多分。そして、あー、くそ、戻ってっちゃった。マジか、全員ここに引き込めれたら最高の終わり方だったのにな。来ないね。よし、じゃあとりあえず他のところを探していこう。いろんなアイテムが多分落ちてると思うんだね。ここ、あれ、ここどうやって入んだ。逆じい、ほいほい。あれ、これどうやって入るんだろう、ここ。ん、ここ会議室っぽいですよね。ここどうやって入るんだ。これ銃で撃って入るしかないのかな。ああ、そういうことか。これハッキングして、違うな、カメラかなんか入れないの。あ、そうなんだ。でもここ入れるっぽいけどな、カメラ。あ、これさっきの部屋か。ここでエッチのことしてたやつだ、ここ。なるほどね、了解。よし、でも隣の部屋かなんかに固まってんな、敵が。わらわら、ちょっと待てよ。マジか、
これマジでやばいやつだ。こんなとこでしてたのか、わら。多分めっちゃ人来そうな気がする。慎重に行こう。この部屋だったのね、わらわら。そう、この部屋だったんや。この上に敵がおるっぽいな。カメラ確認、敵の位置を確認。ここ他は遠いな。爆弾がある。あ、ここ爆弾があるよ。ちょっと倒したいね、これ。ここホテルじゃないの？ここホテルですよ。なんかなんとかホテルですよ、ここ多分。で、こうやってね、カメラを通す、これハッキングの能力があるんで、そうそうそう、マロとマロと、このハッキングの能力を使って、相手の位置を確認したり、遠隔でね、爆発させるものを使って、敵をね、倒すことができるんですね。これを使っていかないと、ちょっとね、かっこ悪いんでね、使っていきましょう。まず、こいつ。この、ここにね、いる。一人、スナイパーがいるんで、ここを爆破させます。いきます。これで一人が死にました。で、で、もう一人来るんですけど、こいつは陽動にしか使えません。でも、もうこいつが爆弾が、爆破を使えるんで、こいつを爆、あ、ちょ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 、マジか。ヘリがおる。くっそ。ややこしいな、こいつ。ヘリがおった。ヘリを使いなくして一旦で、ヘリを使えん状態にしてカメラで入ろう。で、さっきあそこ移動して、で、さっきの爆弾が OK、行こう。いける。爆破しろ、爆弾しろ。ちょっとお前こっちに近づいてこい。ちょっとマジか。あっちが爆破したぞ、署までは。あれ、歩いてってほしいな。ここにね、爆弾があるんですよ。あれ、え、あれ、多分ね、今外したんすよ、あの爆弾を。誤爆かな。そうね、爆弾をね、多分外したんだと思う。来てる、誰か来てる、来てる。あぶねー、うや、あぶねー、ちょっと危なかった。そっちに投げた。ちょっとマジで危なかった今。危なかった。気づいてよかった。戻してよかった。危なかった危なかった。今のはマジで終わったかと思った。危ね、今のはちょっと危険を感じてよかった。今戻ってんじゃねえって言った瞬間でしたからね。危なかった。あと2人ぐらいいるぞ。よし、まだこっちには来てないね。ちゃんと見とこう。オッケー、爆弾。オッケー、一人倒した。で、ん？青い屋根のとこまで移動すればヘリなんとかなる。そうなのかな。まあできればそれよりも前にある程度処理したいよね。ここにもう一人、ここに来てほしいな。こっちか、こっちか。そっち行くんかい。くっそ、使えんなこいつ。来てないね。オッケー。こいつね、戻ってほしいんだよね、ここにね。ここが爆弾なんで。オッケー、来てる来てる来てる。オッケー、いけるいける、行こう。よし、いい感じに吹っ飛ばした。あと一人か。よし、あと一人。パチパチ、ナイス。屋上はあと一人。パチパチ。これどこでやればいいかな。屋上。オッケー、そいつはマークスマンだから動かない。あ、そうなんだ、了解。じゃあここに爆弾があるけど、ここで倒せるわけじゃないんだね。本当は爆弾で倒したいけどね、こいつね。あ、ここに危険なガソリンタンクみたいなのがあるけど、あれで爆発させれてもよかったけど、ここまで移動させれるかな、無理かな。まあとりあえずやってみるだけやってみよう。とりあえずヘリはどこ行った。ヘリおらんくなったね。なんでだ。まあいいや、行こう。じゃあ妨害でうめいているうちに近づくのがベスト。了解。
まあ敵もおらんし、ここはスナイパーライフ使うか。で、頑張れ監督。行こう。で、行くよ。頑張れ監督。あれ。頑張れ監督。オッケー。これで全部倒した。これで全部倒したんじゃなかろうか。言いましょう。いけたかな。オッケーです。だね。パチ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 。おお、パチパチ。パチパチパチ。パチパチパチ。なんかメールが来てんのかな。パチ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 。オッケー。いい感じかな。パチパチ。ありがとうございます。拍手をね。一応クリアの方はしましたよ。で。パチ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 。一応慎重には慎重を重ねていこう。パチパチ。ありがとうございます。拍手の方ありがとうございます。パチパチパチ。あそこに行かないで。了解。じゃあ行きますよ。ラッキークイーンを追い詰めましょう。ブッチョブ監督、パチパチパチ。うわ、怖えな。一応銃こっちにしとくか。現実が明かされる時が来たか。そうっすね、そういうことですよ。ですね、ありがとうございます。監督はここです。ここか。監督はこれですということで、パオサインしません。行きましょう。この向こうに今までの謎が待ってるはずです。なんかいろいろあるな。拾っとこう。一応クララの話だ。彼女は昔、なるほど。普通のやり方では見つからない人間を見つけてくれた。彼女は私たちの仕事とその結果を理解している。不思議なことに、彼女に良心が芽生えたらしい。彼女に良心が芽生えたらしい。彼女は一度だけだった。チャーミングで実に賢い子だ。残念ながら彼女は不利益な存在となっている。なるほど。消してしまうのは惜しい限り。マジか。ラッキークイーンはクララを消そうとしたんだ。結局ね、デフォルト、あのミッキーマウス野郎ですね。あいつもラッキークイーンの支配下にいたんだ。なるほどね。いろいろ謎がついにどんどん明らかになっていってますね。クイーンを探せ。了解。ちょ待って、みんな、クイーンを探せだって。ちょ待てよ。どうする。これは CTOS を使って、卑怯な技かもしれんけど、これで一発で探してみようか。あれ、いないのか。マジか。やっぱこういう卑怯な技は使えないですね。すいませんでした。ちょっとこれで一発で探せれたら楽だなと思って使ってみたんですけど、無理でしたね。わらわら、わらわら、わら、停電も使えるんだ。わらわら、やっぱ無理なんですね、これはね。わらわら、わらわら、わらわら、そうです。わらわら、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 どこだよ。ここで使うか。これ停電ボタン。ええんやんぜ。反省だ。恥ずかしい。反省？了解。こっちにいるんじゃね？ちょ、行ってみましょう。ハッキング。一応しとこうか。進めろ。クララという女は知りすぎた。信用できない。彼女は危険だ。すべきことは分かっているだろう。ということで。なるほど。ブライアンっていうやつに送ったんだな。殺し屋かな？そうっすね。わかりました。この多分ビビってあの老人、この机の下に隠れてんじゃね。いねえな。意外といねえな。お、ハッキング。お、おじいさん、何してんの。何してんの、おじいさん。なわけねえ。わら。なんか読んでるね。なんか読んでるね。ご懸念はよくわかる、ミスタークイーン。しかし同様に私たちのことも考えてほしい。そのビデオを手渡してくれない限り、あ、完全なアクセス権限を与えられない。なるほど。これ市長との市長の、市長と何かやりとりかな、これ。ちょ、こいつ気づいてねえな。まあとりあえずこのシャッター開けるのかな。開けてみましょう。あれ、開いたぞ。まさか見えてんのかみたいな、そんな感じ。さて、気づかないのか。それではな。何、それではな。やるぞ。ピアース、君は若い。このまま立ち去れ。ど、誰に向かって喋ってんだよ。分かってない。好きに生きろ。やっちゃおう。この部屋は。あれ、侵入可能だ。くっそー。
くそ、かっこよすぎるからこいつ。防弾ガラス、わらわら。あれだ、防弾ガラス、わらわら。君を追っていた、私も含めて。マジか。思ったより逃げ足が早い。かっけー、わら。近くでラッキークイーンをスキャンしろ。あ、米かぶっちゃった、わら。粘着爆弾でも壊せません。近くでラッキークイーンをスキャン。防弾、わらわら。みんなが君を拍手で迎えると、最近心臓手術を受けた。ガラスあるのかな。ペースメーカー、あ、マジか。これペースメーカー、わらわら。偽ない55番さんいらっしゃいませ。6番さんいらっしゃいませ。ペースメーカー出た。やるぞみんな。ペースメーカー。つまりこれ心臓発作を起こせるんだ。狙ってたんだろう。やっちまえ。違う。寄生獣。財産を狙ってたわけじゃない。お前がやったことは、起こせますね。一人の男を怒らした。ペースメーカーを電磁波で起こさせるのか。たった一人の6歳の女の子を、お前のせいで失った家族がいるんだ。やるぞ。終わりだ。じいちゃんバイバイスンスン。これで全て終わりだ。てめえは俺を怒らせた。どんどん血液を流そう。どうかしたか。グッバイジージ。ご心配はありがたい。じいちゃん。だが逃げることを考えた方がいいぞ。もう十分生きたろジジイ。そうはいかんな。防弾ガラスぐらいで止まると思ったか。わらわら。何をしてる。老人の死を見とるのさ。老人の死を狙われたことは何度もある。八つ咲きにしてやったさ、一人ずつな。かっこいいこと言うな。やっぱなんだかんだギャングのボスですからね。やるなじいちゃん。うん、命乞いをするとでも。このラッキークイーンが負けを認めると。いいキャラですね。まあちょっと命乞いなんかに興味はない。言い方悪いですけど、うん、襲ったのは手違いだった。襲ったのは手違い。命乞いし始めたじゃねえか。お前これを狙ったと。我々はお前がこれを狙った。わらわら。シカゴの市長のあれかな。油断してたか。すぐ逃げるわ。忘れてただろう。サンキュージージ、フォーエバージージ。なんてありがたい女だ、ローズワシントン。ローズワシントン。全て彼女の死のおかげだよ。これで死んじゃったんだ。普通の女が無駄にするところを見事にカメラの前で死んでくれた。市長、昔から脇が甘い。そして愚かにも恋に狂った。エイデンはね、別に全くそういう気があって侵入したわけじゃないんですよね。レナの死も脇がくちゃい。でもそれも全て市長を操り続けるためか。勝ったつもりか。私が死ねば銅像が立つだろうが、君はこの町は君など無視して進む。女グセで所詮は脇役だ。嘘をつくな。ああそうか、なら証明してやる。知らなかったか、俺がビジランテだ。クズを掃除してる。これとすごいな。どうすんのこれ。ペースメーカーってこと。マジか。ペースメーカーやめたのにしぶといな。私の町だ。まだ一人、わら。まだ死なないのか。まだ一人よ。ちょっと停電させてみようか。すげえ、クイーンおじさんのうち、もう終電。取引がしたいなら応じてやる。わらわら、わこつ。わらわら。はい、ワーコツということで竹さんしますね。2798万歳でしますね。取引、わらわら。そうかもしれない。何でもいい。苦しめるために弱めただけ。
ナップでわらわら。あ、そうなんだ。無意味な停電、わら。私は愛されてる。私のパレードが行われるだろう。なるほど。よくしゃべるな、まあね、そうですね。まあ死に際なんですけど。資産が、いや、これは無理ですよ。さすがに防弾なんだよね。やられはしない。資産がある、やられはしない。兄ちゃんパレード。名誉ってやつですよね。さて、まあこちらのね、老人、周りを見ろ、実はですね、このエイデンが生まれる前からね、この町を取り仕切ってたギャングのボスなんですよね。まあやりましょう、最後に、ね、いや、開いてるわけじゃないみたいですよ、これ。開いてんのかな。開いてんならやるけどね、多分開いてない。開いてないね、やっぱしね。オッケー。じゃあ、まあとりあえず最後のとどめを刺しましょう。じゃないと多分ストーリーが進まないんでね。いきます。あばよ、ジジイ。じいちゃん、クイーンは死んだ。ここは虚しさを感じるべきところ。この老人が死んだ場所見てくださいよ。そうだと言えば嘘になる。やったな、ようやく目が覚めた。アディオス、うん、息を吹き返した気分だ。そうっすね、レナは。心臓発作はかなり苦しいらしいよ。そうっすね、レナは戻ってこない。だとしても、そうっすね、この俺にまだできることがあるかもしれない。この俺にまだできることがあるかもしれない。ティボン、うん、黒幕はクイーンだった。ビデオをアップロードする。映像ダウンロードしよう。ビデオ、何のだ。見ろよ。ジージ、バイバイスンスン。あ、じっちゃんの名にかけて。ここか。あ、ミスタークイーン、ミスタークイーンって言ってたな今。これなんかまずいな、誰か来るな、これ。これ誰か来るぞ、多分。ホテルから脱出。逃亡せなあかんやないか。来ちゃった、来ちゃった、来ちゃった。まずまずホテルから脱出しろ。18秒。何その、いきなり時間制限とかなしよ。卑怯だ、卑怯だ、卑怯だ。ちょっと待ってくれ。あかんあかん、あかん、リグリグさして。おお、ちょ、あかんあかん、卑怯だ、卑怯だ。ちょっと待って、逃げるぞ。あかんあかん、ちょっと今足が。警察官逃げろ。了解、行くしかねえ。俺は警察官逃げるときに使う技、それは船だ、船しかない。 SUV パトカーを派遣した。ありがとうございます、コミリドさんからありがとうございます。船で逃げます、行きます、さようなら。やっぱ海が一番安全ですからね。よし、ここでクリアになりそうですね。アコーということで2840番サイレンしますね。 OK、 クリアしましたよ。お、ループ脱出。ガールフレンドから。ああ、クララ、あの女が俺の名前を売ったそうじゃないか。なぜ彼ら、何のことだ。お前クララと話したのか。知らんのか。お前の妹と不思議会に取り入れようとして。知らんのか。コンター、わらわら、喜びのジャンプ、かっけー、わらわら。情けないやつだ。放っておけ、ダミアン。いいか、彼女を巻き込むな。うわぁ、あとはダミアンがいるんだ。彼女は何を、なぜダミアンに電話を。自分のせいで、そのエイデンが不幸になったから、ミッキーを取り戻そうとしたんでしょうね、クララ。でも実はもうクララは知らなかったんですね、そのエイデンがニッキーを助けたことをね。ってことはつまり、また飛んで火にいる夏の虫ということで、捕まりに行っちゃったってことですかね。やばい、園長、危なかった。そうね、ダミアンは最初に話しかけてきた元同僚。園長さん、ありがとうございます。園長2、ありがとうございます、頑張ります。多分ラストでしょう、これがね。
本当のラストだと思います。いきましょう。ダミアンは元同僚、そうそうそう、そんな感じ、うん、多分ですからね、今のは予想。よし行こう。言います。延長ありがとうございます。ダミアンのね、元同僚で、まあエイデンに対してね、まあ多少は多分なんかひがみみたいな部分もあるんだと思うんですよね。ファストトラベルもいいんですけど、まあなんていうんですかね、やっぱ車を運転した方がなんとなくね、雰囲気も出るじゃないですか。このシカゴの街をね、多分今日初めて放送に来た方はね、見たことなかったと思いますし、そうそう、しかもね、ミッションの途中はね、ファストトラベル使えなくなっちゃうんですよね。地上のもつれ違うでしょ。もともとさっきのね、マーロットホテルっていうところに、仕事をしに行った時に、エイデンとダミアンね、もともと同僚として組んで行ってたんですけど、そこでラッキークイーンに目をつけられちゃったんですね。で圧力をかけられて、自分の姪っ子のレニーをね、レミカを、失ってしまうことになってしまったんですね。そこから、ダミアン、あ、じゃあエイデンとダミアンの、まあ、それぞれ別々のね、復讐劇が始まるわけですよ。初見ですということで逃げさえれしません。でやっとその自分たちの、その復讐をする相手が先ほど分かって、その相手をね、ラッキークイーンをやっとね、殺すことに成功したと。でもダミアンはまだそこじゃ、その怒りの収まりがつかないってことなんでしょうね。運転うまいですね。いや、まあ今日はゆっくり走っております。まあラッキークイーンを倒せたんだね。初見、はい、初見ということで初見さえいらっしゃいません。2893番さえいらっしゃいません。コミュニティの参加ありがとうございます。伝説のクララが立ったらなるんですかね、わかんないですけど、まあクララ元から立ってたからね、立ったところでまあうん立ったねぐらいで終わっちゃうんですけどね。うん、そうですね。まあそのダミアンは実はね、こちらのエイデンと違って体の一部、つまり足をですね、歩けなくなっちゃったんですね、普通にはね。立つ場所はいくらでもある。お金の使い道って何ですかね。クララで立ったになるんですね。お金の使い道。あれ、何？おい、クラブの車がそっちへ向かってるぞ。クラブの車。ダミアン、何をした？クララで温水出しながら行こう。弾薬代？クラブ。どういうことだ？何かが起きた。わからん、ちょっとよくわからん。あれ、自動的に降りたぞ。